ジェンキンスは、アメリカ合衆国、テキサス州ラスク軍ヘンダーソン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2010年の MLB ドラフト一巡滅移保で、セントルイスカージナルスから指名され、8月13日に契約。契約後は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスで、プロデビュー。2試合に先発登板して、 防御率0.002脱三振の成績を残した。2011年は、ルーキー級、ジョンソンシティでプレーし、11試合に先発登板して4勝2敗、防御率3.8655脱三振の成績を残した。オフの9月16日に、ベースボールアメリカが選ぶルーキー級オールスターチームに選出された。2012年は、A 級、クワッドシティズ・リバーバンディッツでプレーし、 19試合に先発登板して4勝4敗、防御率5.1480奪三振の成績を残した。2013年はまず、A 級ピオリアチーフスで10試合に先発登板して4勝4敗、防御率4.7436奪三振の成績を残した。6月に A 級パームビーチカージナルスへ昇格。A 級パームビーチでは3試合に先発登板して、 防御率4.506奪三振の成績を残した。8月に右肩の手術を行った。2014年は a 級パームビーチでプレーし、13試合に先発登板して6勝5敗、防御率3.2841奪三振の成績を残した。2014年11月17日にジェイソン・ヘイワード、 ジョーダン・ウォルデンとのトレードで、シェルビー・ミラーと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。11月19日に、ブレーブスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2015年、引き続きメジャーで投げる機会はなかったが、マイナーでは25試合に先発で投げた。約140.0イニングで非本塁打を7本に抑え、本塁打を浴びる割合が低かった。 8勝9敗と一つ負け越したが、防御率3.19ホイップ1.36という、まずまずの成績を記録した。2016年は、開幕をトリプル A 級グーイネットで迎えた。6月16日に、メジャー初昇格を果たし、22日のマイアミマーリンズ戦で、メジャーデビュー。メジャーでは先発とリリーフの両輪で起用され、計14試合に登板。 防御率5.882勝4敗、ホイップ1.69という成績のほか、脱三振率を上回る、予視球率5.7を記録するなど、メジャーの壁に阻まれたシーズンだった。マイナーでは、17試合に登板、うち12試合に先発登板し、防御率2.479勝3敗、ホイップ1.45と、まずまず高騰した。2016年12月8日に、 ルーク・ジャクソンとのトレードで、ブレーディ・フェイングルと共にテキサス・レンジャーズへ移籍したが、21日にディエフェとなり、23日にウェーバー工事を経て、シンシナキレッツへ移籍した。2017年1月3日に再びウェーバー工事を経て、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。シーズンでは、開幕から3カのトリプル A 級エルパソ・チワワズでプレーしていたが、 6月10日に40人枠外となった。7月20日に FA となった。これを最後に現役を引退した。ありがとうございます。